子供の日、お化けのムームーとカッパのパムくんは電車に乗って鯉のぼり公園にやってきました。さあ公園で遊ぼう。見て、鯉のぼりたちが泳いでる。いい感じの公園見つけたぞ。あ、お化け鯉のぼり電車だ。どけどけ。わあ、何するの。よし、ここで泳ごうぜ。巨大扇風機で風を起こせ。みんな、どけどけ。じゃあ飛んでっちゃうよ。あれー。よし、ここは俺たちの場所だ。こら、横取りしちゃダメだよ。ふん、じゃあどっちがここで泳ぐか勝負だ。鯉のぼり合戦が始まっちゃった。さあ行くぞ。柏餅発射。キャーキャー。むむ、こっちも負けないぞ。ちまき発射。わあ、なんだこれ、もちもちしてる。やったな。とどう？へい。うわあ、なんだか大変なことになってる。やれやれ、なかなか決着がつかないね。おやまあ、困ったね。おいのぼりおばあちゃん。おばあちゃんにいい考えがあるよ。よいしょっと。このロープを使って他にも泳ぐ場所を作ってあげてちょうだい。おい、みんな喧嘩しないで。こっちにも泳ぐところがあるよ。川の上に泳ぐ場所を作ってみたんだけど、いい感じでしょ。わーい、ありがとう。いいな、俺たちも泳ぎたい。喧嘩しないで仲良く泳ぐんだよ。おーい。ふう、よかった。鯉のぼりたち仲直りできたみたいだね。お化け鯉のぼり電車と鯉のぼり合戦、これでおしまい。秘密の箱にはご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。